世田谷美容冒険クラブ。こんばんは、世田谷美容冒険クラブ。この番組は三軒茶屋キャロットタワー26階、 FM 世田谷スタジオキャロットで公開収録です。超美容健康オカルトおもろいこと大好きなバラエティ番組です。お相手はマスクド J とアシスタントの笹倉千尋です。前回の放送からオープニングが変わりまして、はい、We are Locomotion が、はい、はい、ここのね、ここから生まれた、はい、ジェイズポップショーの @JPS のコラボで、そうでマイアイナさんに歌っていただいてるあれがついにオープニングに使われるってことですね。今年度からこの曲とともにスタートしたいと思います、うん、ありがたいことですね、はい、まあ、宮久保さんがね、アレンジしてからね、はい、自分でやったのを見た人だけなんで違うか、使ってくれなんですか、そのお試合お二人のまあそんな感じでね、まあ、どっちでもいいわ、まあ、でもすごい番組よね、自分たちで作ったのをね、その形になってくからね、こんな番組ないよ。そうだから美容冒険のオリジナリティに溢れて出ていただかったり歌っていただいちゃってね、そう、贅沢ですわ、まあ、すごいね、このチームは何かを生み出してくれたからちゃうね、はい、何の話ですか、これなんかこういう話、やらしい大人の人も、はい、じゃあ坂口どうぞ、次ください。そんな感じで、はい、さて番組ではラジオの前のあなたからの情報、ご意見お待ちしています。イメールは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 ファックス番号は0337080834、 0337080834 番です。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。おもろい、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 おもろいことが大好きだ。このコーナーはマスクド J がいろいろ面白いことを企画していこうかなということを追いかけるコーナーです。さあ今日のゲストはなんて呼んだらいいんだって違う、漢字はたくさん並んでるんですけど、平式部税金隊、はい、正解ですの皆さんです。ようこそいらっしゃいませ、よろしくお願いします。ちょっと自己紹介からじゃあお願いしますね、はい、リーダーさんからお願いします。エレキバイオリン&男性ユニット平安式部税金隊リーダーのゆりえです。はい、マリカです、よろしくお願いします。キラです、よろしくお願いします。ある日突然、宮久保ディレクターからメールが来て、なんかジェイさんと、FM 世田谷からこういう人たちがいるから、この番組向けだよってしてメール来たんですよ。で、誰誰って感じで来たら、プロフィールがこれができて、はい、それで、エレクトロバイオリン、はい、でダンスユニットって、はってなって、そう、ね、そうで、ホームページのね、あのリンクを見させてもらって、YouTube のですよね、あれ、動画があって、なんかね、すごいの。なんかね、弾きながらね、本当に踊ってるんです。その激しいやつを、はい、どんどんどっぽじ塗っていく、そう、要はエレキギターみたいな形ってことですか。はい、そうですね、機械につないで音が出せる、はい、バイオリンですね。空洞はね、あのいっぱいあって、はい、なんかこう一瞬これは形なんだよ、ね、おことみたいな、はい、な形もそうですね、これ何の楽器だろうって初めて、ね、見るとわからない方も多いかもしれない。ちょっと和な感じ、そう、それ今のかぶった衣装もね、和だもんね、はい、はい、なんかそう、うん、あ、ごめんなさい、そう、あれ聞いてね、この名前はどうやって決めたのかなって、はい、気になる、はい、平安式ってどういう式なの。まずその平安っていうのがもともとダンスと踊りと音楽の融合っていうのがこのユニットのテーマなんですけど、それが日本に初めて伝わったのが平安時代だったっていう意味で平安式っていうのがついていて、で、踊るの舞うの部で、で、低金っていうのは中国語でバイオリンのことを表していますっていう意味の平安式部低金隊です。今活動っていうのはどういう形でされてるんですか。今は YouTube とニコニコ動画で、はいはい、ミュージックビデオを公開してるだけなんですけど、ちょっといつかね、もうちょっと広い活動をしていけたらいいなって思います。じゃあライブとかはどんな感じですか。ライブはまだやったことはないです。はい、ぜひやってほしいですよね。はい、なんかね、なんか結成が去年っていうことなので、はい、ね、そうです、はい、今じゃあこの1年間はこう3人の息合わせたりっていうのがメインだったんですか。そうですね、結成の時がね、初対面だったので。あ、じゃあ本当それまでバラバラってことですね。さっきでちょっとお話を伺ったんですけど、皆さんがバイオリン始めた年齢って何歳から。と、私は6歳です。6歳、私4歳です。4歳、私も5歳です。私は5歳です。
ってことはね、まあ、今何歳か聞いちゃいけないかわかんないけど何年やってるのかなって大体まあちょっともう10年15年以上やってるような感じですよね。そうですね。そう思うとやっぱ英才教育っていう風に考えちゃっていいんですかね。いやなんとかコンクールとかこう出てね、なんかそんなようなイメージあるんだけど、なんか別にご家族はそういった音楽家の家ではないっていう。はい、そうですね。こんなちっちゃい時にバイオリンやりたいと思ったきっかけは何だったんですか。覚えてないです。またいやいや連れてくれたとかないです。弾いているちょっと年上のお兄ちゃんも弾いてた、あのあ私の兄ではないんですけど、あの弾いてるのを見てやりたいって言ったらしいんですけど記憶にはないので。はい、それを週に1回もしくは2回練習、それと毎日ですか。やっぱりなんかまずは町のちょっと音楽教室みたいなところで習い始めたみたいなんですけど、すごい昔なのでちょっと覚えてないのが残念。じゃあ私はあの私の誕生日の時に祖父からあのミニーちゃんのぬいぐるみをプレゼントでいただいて、その時にバイオリンを持っているお人形をいただいて、そこで初めてバイオリンさんと初対面になって、そこからやってみたいって私から言って習わさせていただきました。そう、なんかミニーちゃんの友達になりたいみたいな感じ。そうですね、大人に。今でもそのミニーちゃんまで大事な、はい、机に一緒にいます。きっかけになったミニーちゃんですもんね。そうなんです、そうなんです。今はキティちゃん派なんですよ。そうです。変わってない。大事にしてればいい。はい、そうだそうだ。じゃあリーダーと私は家族に演奏会に連れてってもらって、その時にバイオリンを見て私はあれがやりたいって言ったらしいんですけど、私も覚えてないです。でも今楽しいでしょ。踊って弾けるんだよ。そう、体力も消耗するんじゃないですか。すごい、すごいよね。使います。あと汗だくになっちゃいます。一曲やると大変だよね、あれね。はい、でもダンスもそれまで全員未経験で、活動始めてからダンスの練習をみっちりやってもらってっていう感じだったので、去年1年間ダンスの特攻者でしっかりやってます。最初はもう今もなんですけど、結構一回踊っただけで次の日もう起き上がれないみたいな感じで、最初はすごい大変でした。去年実はさ、バイオリンはさ手出そうと思ってさ、1万円のさセットがあってさ、分かんないやり方が全く、本あるけどなんか持ち方とか、なんかまずこれが立たないの、はい、ここが立たないの、はい、これ外れるの、ここは壊れてる。そうですね、なんか組み立っても基本的には本当は最初から立ってる、立って打ってる。これ折れちゃってる。これその弦の なんていう名前なんですか。駒っていいます。あの将棋の駒と同じ字の駒です。もともと皆さん普通のね、あの、はい、木のバイオリン弾いてるわけですよね、はい、こっちのエレクトリックバイオリンっていつから、はい、私はみんなかな、この活動を始めてから、ね、あこの活動を始めて、はい、使うようになりました。もうすぐ1年っていうか、もうすぐ1年で、どんなことこう3人で打ち合わせというか、何を大事にしてるの。3人だと大変そうだなと思って、やっぱり合わせるの、なんかあの弓使いって言って、あの弾くときにこの右手を返すんですね。あの弓がこうなくなっちゃうと、もう返さないと音が出ないので、その返すタイミングがバラバラだとちょっと見栄えが悪いのかなと思って、そのアーティキュレーションっていうんですけど、それを揃える相談とかはしたりしてます。はい、外国人向け絶対いいと思った。そうか、あのビジュアル的にすごく動くし、あとこの和奏で、演奏はね、あのインストゥメンタルで、ね、すごく言葉関係なく分かりやすいから、そう好きかもしれない。これありだよなと思って、だ今後とはそういうところのなんかイベントとかね、出てったらいいかなと思って、なんかこの衣装を着てやってるところ、実際見てみたいです。なんか今ね、私服でみんな、あの、なんだろう、そう、ライブ、本当に早くやって、ね、やりたい、本当になんかストリートでやってもかっこよさそうなんで、ストリート、ストリートから、ね、これって曲はタイトルが極楽浄土とか、今ってカバー曲中心ってことですか。そうですね、今出してるのは全部カバー曲でやってます。誰が考えたの企画。すごいね、プロデューサーさん。はい、プロデューサーさん。上来て急にここであるから君たちやらないかみたいな感じ。オーディションでした。オーディションあったんですか。そうです。でも最初の募集の時点では和風の感じっていうのも特に私は知らなくて、はい、とダンスを踊るっていうのも知らずにオーディションをバイオリンの、はい、もうというチームを作ってやるっていうだけの話だった。はいはいはい、なんかすごい面白くていろいろなんかできそうで、そうですね、実際また、ね、コラボとかちょっといろいろ検討させてください。そうだ、はい、ぜひ、あのね、こう思うことを、はいはい、あの
企画書っていうコーナーなんですよ。出身もちょっとね、さっき話してたんですけど、はい、東京、大阪、東京、静岡だ、まあ、そう。ちょうどなんかね、自分の生まれた場所とかそういうとこでもやっぱり披露したいとかって思いますよね。全国、全国回りたい。いやもう全世界回った方がいいよ、絶対に。インストゥルメンタル絶対いけると思う。海外の方は多分このスタイルないですよね、今のところね。なんか普通にこうなんかこういう感じのでちょっとポピュラーっぽくやる人たちはいるけど、あそこまで踊ってる人たちいないからと面白い。ありがとうございます。京都。じゃあちょっとこれから皆さんから告知とか何かありますか？はい、さっきライブの話がちょっと出たんですけど、はいはい、近いうちにライブ、ファーストライブをやりたいなと思っておりまして、まだちょっと詳しくはお話できないんですが、計画中ということでございます。それとあと7月6月あたりに新しいミュージックビデオを公開しようということで、制作中なのでお楽しみに。あとはショールームっていう生配信のサイトで、それぞれ3人で一緒に配信したり、3人1人ずつ配信をやったりっていうのを、ね、月に3人では月に2回ぐらいの頻度でやっているので、ぜひ見てみてください。はい、あと情報はショールームとホームページがあるんですよね。そうですね、 YouTube チャンネルと、あ、ツイッターもやってらっしゃって、フェイスブックもやってるんですね。はい、はい、じゃあそういうところチェックして、それはもうあれですか、はい、平安式無定金帯で検索すると出てくる感じ。はい、はい、出てきます、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、では最後にですね、はい、皆さんに一言ずつお願いしたいんですけれども、はい、お願いします。さっきちょっとちらっと出たライブの話なんですけど、今までミュージックビデオとか配信だけで、ライブで生でファンの方にお会いしたことがまだ一度もないので、ぜひ皆さんにお会いできることを楽しみにしております。はい、はい、生でお会いした時にもっともっと私たちのことを好きになってもらえるように、あのライブに向けて頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。これからもっと素敵な音楽皆様にお伝えできるように、あと皆様の前でライブも披露できるように、これからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、今日のゲストは平安式無定金帯でした。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、3月にミュージックビデオが公開されました、平安式無定金帯で千本桜。おもろいことが大好きだパート2。これ好きだよね、実はね。これ好きだよね。あのもう始めてるんですよ、これね。静かにしてたほうがいい。もう入ってきちゃった。もう入ってきちゃった。気にしなくていいです。はい、始まってるんですか。はい、もう始まってるんですか。あ、始まってる。今全部使われますか。今全部使われるんですか。これも恥ずかしい。恥ずかしい。そういった気遣いのできる、配慮のできる、あの感じも全部、はい、そうですね、僕が、はい、ということで、ね、今日のゲストはトットワークスさんとマイアイナの菅沼真由と吉田愛菜です。よろしくお願いします。お願いします。またまたよろしくお願いします。このメンバーは、はい、なぜ何ぞやっていうとですね、はい、はい、4月の14日、はい、相川町でいいの読み方。そう、相川町です。相川町、はいはい、神奈川県の相川町。生き方がよく分かってないんですけど。生き方ですか。はい、生き方は本厚木から、そうですね、これバス、もしくはあの当日あのお祭りの会場に駐車場ご用意されてるみたいなんで、お車で来られても大丈夫です。 あとなんかバスもなんか出るみたいなね。そうです ね、町役場から循環バスも出てますね。はい、この相川町で行われる、菜の花祭りに、はい、なんとステージを、ね、ちょっと出演させていただくということで、はい、そこでこのお三方が、まあ、ステージの方でね、一緒に立つということで、ね、よろしくお願いします。まあ、今日はその告知も兼ねてというか、まあ、新しいちょっとねミュージシャンとのちょっと出会いもね、ちょっとできたらなと思って、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。トットさんとの出会いも今日初めてなんですけど、もともと僕の知り合いの人が長年の知り合いの人が、はい、うん、なんかすごいなんか歩いてて、ちょっと歌声が聞こえてきて、ふと見たらこの子人はすごいっつって、応援しなきゃっつって、なんか急に、実は俺も音楽やった、たまたまなんか何年ぶりかねぐらいにね電話かかってきて、今何やってんのって言ったら、そう、いや今こんなことやって、ラジオやって、服メーカーぶってラジオやってんだよみたいな話になって、で音楽もやってんだよって話になったら、あ、実は俺もって話になって、そしたら今そのトットさんの話が出て、光栄です。そうなんですよ。そしたらなんかでね、ちょっとできたらなと思ってたら、もうすんないとね。そうですね、すんないとなんかイベントもね、ちょっとご紹介いただいた上で、ラジオもね、はい、お忙しい中調整していただいたということで、本当にありがとうございます。はい、
今日はね、生歌もね、披露していただけるということでね、はい、はい、ありがとうございます。楽しいです、ね、ありがとうございます。ところでこのトットさんっていうのは、はい、これなんかどういう意味とかあるんですか？これはあの僕下の名前があの僕別に本名隠してないんですけど、うん、上野智樹っていうんですよ、はい、下の名前がトから始まるんで、まあ、あのトトってあだ名で呼ばれてて、あ、そうなんですね。で僕がその掲げてる信念っていうものを貫いてやっていくことが人生の仕事って思ってトットワークスっていう名前を付けてるの。なんかかっこいいですね。そう、ちょうどねうちもなんかイベントが同じ場所にずっとやってたんで、それをね、はい、新しい方たちと出会える場所をねちょっとそこに出ていこうかなと思ってた上で、いろいろも今やってるんですよ。いろんなことなんかできないかなってことを。でその中でね今回のご縁で、はい、まあ、せっかくだったらねうちのイベントずっと出ていただいてるマイアイナさんに、はい、出ていただきたいなと思って。だから非常になんかのどかな手作り感いっぱいのイベントらしくて、イベント自体もすごい楽しそうなんですよ。だから菜の花積み体験ができる、だからメインで、そうそう、それで菜の花祭りらしくて、うん、それだけじゃなくてなんかすごくその安全食の安全をまあ考えた、うん、そのなんか 農法だとか、まあ、畜産のなんか技術で、うん、そういったものも食べられるらしくて、うん、だから美味しく味わえて菜の花体験ができて、なんかまず音楽も堪能できるという素敵なイベントだ、うん、でも時間なんかあれお昼だけですもんね。10時から2時とか、 なんかそういう4時間ぐらいの、そうですね、うん、そうそう、初めて、もう初めてですね、はい、なんかトトさんでさっきね、はい、こういうの出るの初めてだから緊張してるんですよ全然そんな素振りがないんですよ。いやいやいや、もうガチガチですよ。ガチガチですよっていう言い方がもう、だってさ、一人一人さ、一人で弾いてる人とはね、そんだけ度胸ある人がさ、そうですよね、全然大丈夫、全部一人でトーク自分に振って歌ったりするわけですもんね。そうですね、でももう結構ありがたいことに、あの路上とかやってるとお客さん、僕のこと興味持ってくれるような人ってめちゃめちゃ自由で、演奏中に話しかけてきてくれるめっちゃ多いな。やっぱり似るんじゃないですかね、お客さん似た方が寄ってくれた、それがこっちにあるっていう。でも演奏中でそんな勇気ないですけどね。そうなんですよ、なかなか見かけないです。この間の夜もあのこう演奏して2番が終わって、よっしゃ感想だって弾いてたら、あのこう話しかけられて、ああ、そうなんです、そうなんです、ありがとうございますみたいな話して、じゃあ3番行きますとか言って、こうやって3番の最後に入ったりとかなるほど、ね、してるぐらい、すごい、みんな自由、ね、柔軟に対応されてるんですね。そうですね、まあ、みんなで楽しくやれたら一番いいんで先ほどちょっといただいた CD、 ここで暮らした日、はい、これに関してなんか教えていただけますか？はい、あのここで暮らした日っていうのは、このアルバムに入っている曲は僕が、まあ、結構昔から演奏しているような曲と最新の曲が両方入っていて、活動の最初のファーストアルバムとして出した CD なんですね。で、歌詞の中に、まあ、ここっていうワードがすごく多いんですけど、はい、その中でも僕が考えるここっていうのは、広い意味で言うと、こう今生きているこの世の中とかこの時代っていうような意味で、狭い意味だと今僕がこうやって着席しているこのキャロットタワー26階のブースっていうことでもあるって僕は捉えていて、なのでここで暮らした日っていうのは今生きている日々のことっていうようなつもりでつけましたね。このジャケットもねすごい印象的で、ありがとうございます。ご年配の方のね、まあ、ある意味でちょっとこう年季の入ったとか人生をこう注がれた方の手のね、いや、 J さん目のつけるところが素晴らしいですね、本当に素敵ですよ。ジャケット写真とかも、はい、これは僕一応一人で活動してるんですけど、それをプロジェクトとしてなので、バックにそのデザインとかカメラマンとかエンジニアとか、あとマルチプレイヤーとして動いてくれる人間が2人いて、その2人があらゆる活動をやってくれてて、そのうちの1人のおばあちゃんを彼自身が撮ったような形ですね。なんか素敵な、人生のこう積み重ねた年輪が見える感じでね。まあ、キーワードはやっぱり温かさがあるんだよね。そうなんでね、ありがとうございます。それはね、なんかね、キーワードが。CM とかでありそうな。それ今日歌っていただく曲のはい、ちょっと振ってほしいなと思いますけど。あ、はい、今回歌わせていただくのが、CD に入っておりますレクイエムという曲です。でこの曲は僕が20歳の頃に作った曲で、僕祖父母に育てられてる、まあ、お父さんお母さんごめんって感じですけど、祖父母に小さい頃から育てられてきててで亡くなっちゃったんですよね。その亡くなった時の光景がすごく美しくて、お葬式なんですけど、一人一人の参列者が呼んでもないのに来てくれて、それぞれの愛の形があってここに並んでくれてるっていうことに僕は感動したので、これでさよならで悲しいっていうよりは、
来てくれた人の数だけあなたへの思いがあるよっていうことをあの歌にしてみました。じゃあすいません、早速ちょっとタイトルコールを、はい、はい、お願いします。でトットワークスでレクイエム。今度本当ライブすごい楽しみですよ。あ、そうですね、はい、僕もマイガイナさん本当楽しみ、この二人も気合入ってますからね。そうですね、頑張ります、さぞ引っ下げて、さぞ入ってることでしょう、ね、どうしよ う、マイガイナさん YouTube とかでもいろいろ見させていただいて、いやもうチェックチェックなんで本当に、マイガイナさんのありのままの姿が菜の花畑のふわっとした中にドンって現れるのもファンの人も面白いだろうし、そこで見る人もマイガイナいいじゃんってなるかなすごい、なんか私たちの宣伝隊みたいな伝わってくださって逆にトットさんの宣伝してみて。でもさっき固まっちゃったでもさっき聞いてたんですよ私。 ありがとうございます。あの聞いたことない曲なのに口ずさんハモって、そうです、さっき歌ってますね。ありがとうございます。そうなんです。じゃあちょっとその4月のね14日の菜の花祭りに向けて、はい、ちょっと3人の意気込みを一言ずついただいて、はい、はい、それで終わりたいと思いますので、はい、じゃあまずトットさんの方からお願いします。はい、あの普段弾き語りで一人で演奏することが多いんですけど、あのその日は、そのマルチプレイヤー2人があの両側に僕のそばにいてくれて、3人編成でトットワークスをやるのは初めての日なんですね。で、まあ、あの CD に入ってる曲もやりますし、今あの7月リリース予定でレコーディング中の曲もあの演奏する予定なので、あのそういった意味でもあの頑張らせていただきたいですし、もういてくれる方には本当に何かお届けできたらと思いますのでよろしくお願いします。でもあの私たちも菜の花祭り初めて、私初めてなので、私も初めて、初めてすごい素敵な方が出演されると思うので、私たちも負けないように頑張ります。まゆです。相川町じゃないですか。私も神奈川県出身なので、まあ、広い意味で地元みたいな感じなので、うん、そうなんだろう、地元っていう感じでこう楽しめたらいいなと思います。うん、はい、なんかぜひ足を運んでいただきたいと思います。はい。はい、で今日のゲストは、まあ、マイエナさんと、はい、そしてトットワークスさんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。手を合わせて見つめるだけで、あ、Jさん、はい、エンディングのお時間です。はい、はいはい、なんかねやっぱりなんか FSAYA さんの中でもこの番組やっぱりなんか異色みたいな感じで、ね、そらそうじゃないんですか非常に普通なノーマルな番組かと思ってた。最近なんかあの洋画の行ってもみんな優しいの、なんかあどこもって感じで、なんでですか、なんか知らないけどみんな好意的に見てくれてるみたいな。認められたんですか。1年経って2年目入ったらなんか認めてくれたみたいな、その時はマスクつけてるんですか。もちろんです。それで皆さん好意的なんですか。好意的ですよFM 世田谷の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで今日のエンディングテーマ平安式武帝近帯の極楽浄土を聞きながらお別れです。ここまではマスクドジェイとアシスタントの笹倉千尋でした。また来週。バイバイ。バイバイ。